いい感じになる。きっと。セリアさん、りょうすけさん。ありがとう。あ、しましてお話が追加した。ありがとうございます。おもろい。今何時か6画面に採用されました。ほんと？セリアさん、りょうすけさん、ひらたくさん、田村さん、修造さん、きょうちゃんさん、アンジェラモンスターさん、ありがとう。同じく。イェーイ。メール取ってくださってる方だけの、ま、待ち受け、特別待ち受け。あやパンが松井くんを始めたらしい。私もしようと思ったんですよね。てかなんかまつげ、なんか最近なんか下まつげがいきなりめちゃめちゃ成長し始めて、多分今日見てみたらね、なんか下まつげが長くてびっくりした。よもやよもやださん、遅れて効果出るのかしら。そうなのかな。最近全然やってないけん、やらんにゃいけん。時間のやつ録画面しました。本当ありがとう。イエイイエイイエイ。じゃーん。立って、やっと。またたびさん、ジュンさん、スカパラダさん、ありがとう。デコ出しって今年初？うん。斜め。トカゲのおじさんさん、前髪できてるかな。うん、まあまあ前髪出てるわ。トカゲのおじさんさん、お誕生日おめでとうございます。よっよいしょ。トカゲのおじさんさん、おめでとう。ねえねえ、おめでとうございます。トカゲのおじさんさん、おめでとうございます。暖かい一日だったね。最近寒くないよね、全然。シプトの NG 集めちゃくちゃ可愛かった。本当この時間に髪と顔が完成してるのよ。もうお風呂入ってさっぱりんこ。流し前髪好き。マジンガーセット、桜田美ちゃんみたいな前髪目指してるから。ハンサーで朝の配信はいつもおでこ出しなの？うん、そんなことない。今こたつつけてるけど、つけなくてもいいなって思いながらつけましたもん。なんでつけたんやって感じですけど。うちもよかった、ありがとう。前髪めっちゃいい感じ。ほんと？
扇風機つけてる。おお、こんばんは。米田美奈さんお知り合いですか？お知り合いです。みちの部屋以外にもこたつあるの？ない、あたいの部屋だけですけど。なんで？私もアイス食べた。なんだっけ、大福、雪見大福のティラミス味。あ、スランプ。でもこたつ入るのかな。パフィンさん、ニノさん、ありがとう。マックの三角チョコパイのティラミス味も食べたの。ううん、食べてないけど、そそられないですね、あんまり。私は前髪の流しが綺麗。本当ですか、嬉しい。パルムのアフォガード味美味しい。美味しそう。ちゃんたくさんありがとう。雪見大福の粉の存在意義のなさ。え、今日その粉を褒めてたのに。私は雪見大福ってこういう粉をつけるところまでに大福にこだわっててすごいよねって。やん、真反対のこと言うやん。スタバの新作の抹茶はそそられそう。え、抹茶出るんですか？それはそそられる。もっと勉強してまあ確かにいらんちゃいらんけどって感じよね。チョコパイアイス食べてない、まだ見つけたこともない。今めっちゃリズム良かった。チョコパイアイス食べてないってか見つけたこともない。こんばんは。ジュンさんありがとう。雪見大福を乗せたトースト見たことあるかも。ブルーベリーベリーレアチーズケーキフラペチーノ、あのクリスマスのやつでしょ。美味しそう。チユンさん、エムケンさん、ありがとう。そう、チョコパイのアイスがあるんや。ベリーベリーレアチーズケーキフラペチーノってなんかさ、文字にするとキラキラですね。ホジェさんありがとう。ジユンさんありがとう。めっちゃキラキラ。抹茶ホワイトチョコレートそれはちょっとやば。絶対強いじゃん、抹茶ホワイトチョコレートなんて。無理、飲みたい。すぐるさんありがとう。久しぶりに飲みたいってなった。いいな。コメントした本人の名前がキラキラなんで。確かに邪険か。こんばんは。強いね、抹茶ホワイトチョコレート。いや、抹茶ホワイトチョコレートすごい。前髪長い。
昨日のマイファンタスティックキーターは自分のです。私の4万円のギター茶道に合いそう。本当京都行ったことない。半袖です。抹茶クリームフラペチーノに怒られる。抹茶クリームフラペチーノはねあんまり飲んだことないな。ユニゾンの歌詞にもあるよね。そうや、ユニゾンの歌詞とかけてるの。家賃と同じ。いいとこ住んでますね。あのリーズナブルな。買おうとした人マジ？わかるんか。そっかね、ギターわかる人が見たら自分がどこのギター使っとるかなってすぐわかるよね。40万円で買い取りたい。どうぞどうぞ。いやどうぞどうぞじゃないわ。ダメだ、愛着があるから。でも10本も買えるな。練習しなきゃ。エレキとアコギってピックを変えるの。変える。私はみんな変えると思う。分からんけど、エレキはあのねドロップ型で、アコギはおにぎり型が弾きやすい。最初持ってたエレキはあれは私の母親の弟さんのやつをお借りしてたので、お高いやつ。あ、そうティアドロップ型、それそれ。だから返しました。配信とかでやってたやつかな。エレキ見せたことあるっけ。みちはギターもう少し下に持つとかっこよくなるなって思って見てた。そうなんよ、無理なんですよ私下で持つの。手がちっちゃいからか分からんけど、もうねあの本当にね下にやったらね抑えられないんです。フェンダーのスタート、そうそうそう、茶色のやつ、あれはお借りしてたものだから。あれはめちゃめちゃ高いギター。バンドしてた時ピック投げる練習してた。いいなあ、私もピック投げたい。稲城様がギター弾いてた。おお、最近ベースを派で弾けるとした。すごっ。エレキはどこまで下で持てるかみたいなとこあるよね。ね、下の方がかっこいいんでしょ。私は無理、絶対下にもう持てないって思った。もう自分はもうどれだけ上にするかよ。もうてかちっちゃいんですよ。なんかみちが羨ましい。なんで？みちの影響でハマったはーちゃんのアコギの動画よく見てる。うまいよね。セプトのアフターイベントがね、アフターイベントすごかったよね。ペダルと夢力とか一人で歌う機会なかなかないし、アルペジオの弾き語りで歌って、そんなうまくない。手小さくないよ、小さいんだって。私の手を
握ったことがあるのか。2周年のひまわりたくさん見てる。シティリバーさんありがとう。トレーナーやスウェット着た時の襟出しコーデってありだと思う。めちゃ好き。ギター教えて今村先生。私は教えられるような人じゃないから一緒にやろう。こんばんは。ギターアコギ練習しよっかな。でも東京行くからさ、あの無音ギター欲しい。組み立てるやつ。ゾウさんギター欲しい。ああ、アンプいらんしね。かわいいよね。うちの友達持ってた。あれなかなかいいよね。あの形かっこいいね。岩国の母ちゃんさん、坪井祐介さんありがとう。ゾウさん持ってるの？貸してくれそうじゃない？そんな音が出たらダメなのかな。ホテル暮らしだったらね、周りの騒音になりかねんから。うちの歌声好きです。ありがとう。電子ギターみたいに実音は出ないけどヘッドホンで聴けるものかな。あ、でもねそれは持ってるわ私。ん？あの普通にアンプにつなげる線をつなげるところになんか機械をつけて、そこにヘッドホンを刺したら、あのヘッドホンで音聞けるやつ持ってる。エレキ用の。ホジさん、シティリバーさんありがとう。スズメさん、クマありがとう。でもエレキを持っていくには重すぎるし、持っていく意味があんまり分かんないってなるから。でも練習はした方がいいんだよね。ギルスさんありがとう。またたびさんありがとう。やっぱ日々の積み重ねて大切よね。何事にも言えるよ。ブルーさんありがとう。皆さんも毎日毎日朝だったり夜だったり配信見に来てくださって、コメントとかねギフトとかしてくださってたら、やっぱ毎日の方が覚えやすいし記憶に残るし。私は毎日足のマッサージをしないといけない。ギターケース背負ってる女の子いいよね。わかる。でもギターケースでね、なんか、なかなかね重たいよね。一応好きな気持ちは毎日継続して。マジ？天使のぬぐさんありがとう。覚えられてますか？もちろん。スカパラダさんありがとう。おやすみなさい。イエヘイイエヘイ。久しぶりに来れた。ヤッホー。ミチュってファン覚えれる人？うん。
三物だと思っていたらいつの間にか道配信のベスト30に入ってて驚きすぎ。あら、トムトムさんありがとう。皆さんのだからコメントもさ大体覚えてるじゃん。だからあこの人はそういう系のコメントをする人なんだなとか、この人はいつも褒めてくれるなとか、そういうの。トムトムさん、ジンヨンさんありがとう。この人はいつも私をからかうコメントばかりするぜみたいな。のとじまへぐらさん、ほじさんありがとう。定期的にキャラ変なんでやねん。あこの人はいつも一番にコメントしてくれるとか、コメント気をつけないと。そうよ。いつの間にか誕生日、今日あんまり褒めない推しに厳しいタイプです。いやいやいや、そんなことないっちゃ。ホタテサマーさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。ホタテサマーさんおめでとう。おめでとうございます。今日ホタテのバター醤油食べました。めっちゃ美味しかった。オンライン話し会で間違われたことある。マジ？ごめんご。ゆきさんありがとう。好きな子には意地悪しちゃうタイプ。あんまり意地悪されてないんやけど。ゆきさんありがとう。おやすみの写真のポーズお願いします。てさまさんありがとう。トムトムさんありがとう。スティーバーさんありがとう。間違うのはね、ルーム長さんありがとう。この写真お気に入った。なんで？かわいい。話し会でいじられるとおどおどしちゃう。ウェイ、返す時間もあんまないしね。鈴音さんありがとう。大好き、 Thank you。 昨日の こちゃんの写真画質高画質だったね。イエイ。リツイートして。当日振り返します。ね、5つの賞と5つの賞見た。少人数、違う、少人数の賞はこれか、あれだよね、小皿に取り分けるとか。さっきコッコからエール来てびっくり。それはびっくりするわ。
それ多分めちゃめちゃレアだと思う。みちちゃんにからかわれてみたいって思うことあるんすよね。なんで23の6と7なくなってたね。セプトなんだろうね。セプトじゃないけど、そうなんですよ。ココ結構来るんだけど。マジ？ココからエール来るの？来たことないんやけど。ココドライブログインしてるんだ。ココと不仲になったから。ココと不仲になろうって言って言われて、分かったって言って、そうビジネス不仲。それでは壇上を読んでみたいと、読んでみたいと、読んでいこうと思います。13位クロニャンコさん、12位 MK さん、11位ブルーさん、10位ウルスさん、9位ダダダダムドさん、8位アモズさん、7位セリアさん、6位コモチンさん、5位ホジェさん、4位シティリバーさん、3位ツボユウスケさん、2位スズネさん、そして1位はドゥルルルンジャンギルスさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジャンユキさん、ありがとう。Thank you。 それでは今日も一日お疲れでした。ありがとうロバイチラップ、おやすみ、チューダッスー。そう、読めた。トロのドラマ見てね。